皆さん、こんにちは。1点に有明大会で剣王選手の持つ GHC ヘビー級に挑戦する曽谷学選手、剣王選手との一騎打ちまで前哨戦が用意されている中で、最大の注目となっているのが 12点に横浜武道館大会でのタッグマッチ。曽谷選手は藤波辰爾選手とタッグを組み、剣王新崎人生組と対戦。藤波選手とのタッグに曽谷選手は、一言では説明がつかない部分があります。正直言って複雑ではあります。と言葉を絞り出していました。曽谷選手は過去に藤波選手に対して不義理を働いていたんです。今回は曽谷選手と藤波選手の間にある深い溝についてご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。国際武道大学で柔道部だった実績を引っ提げ、2007年に藤波選手が主催する無我ワールドプロレスリングに入門した曽谷選手。同年4月にデビューした曽谷選手にとって、藤波選手はプロレスラーとしての生みの親。しかし、デビューからわずか半年後に藤波選手と話し合うこともなく、突如全日本プロレスへ移籍してしまいます。無我を離れた理由は、試合数も少なかったというのもあって、今自分のいる環境をもし変えるのであれば、試合を絶対こなした方がいいと思っている中で、なかなかできなかった。そういう部分で、試合数が多くできる場所があるんであれば、形がこういう形になってしまったとしても、プロレスラーとして成長するために選択をしないといけないのかなと、自分の意思で最終的には無我を辞めて全日本プロレスに移籍という形を選ばせていただきました、と不義理の理由について語っています。藤波さんは僕にとってプロレス界の生みの親だと思っています。育ての親はたくさんいるんですけど、生みの親とああいう形で別れてしまったという部分で、どうしてもずっと心のどこかにいたたまれない気持ちがあったと思います。というように、あれから16年を経ても、当時自身が犯した裏切りは心の傷として刻まれているようです。それでもプロレス界で自分を生んでくれたのは藤波辰爾さんです。この世界で育ての親という人は何人かいますけど、生みの親は藤波辰爾さんだけなんです。藤波辰爾さんがいなかったら、自分はプロレスデビューしてなかったかもしれない。だけど、その親に対して自分は不義理をしてしまった。形はどうあれ義理ではなかった。形として良くない形で藤波さんから離れてしまったことは、自分の中でずっと心残りでいます、と藤波選手に対しても尊敬の念を明かしています。移籍した全日本では、現 IWGP 世界ヘビー級王者の真田選手とのタッグ S で、アジアタッグ王座大森隆夫とのコンビゲットワイルドで世界タッグを奪取するなど、トップレスラーとして活躍。2014年に入団したレッスルワンでも、レッスルワンチャンピオンシップを2度獲得し、エース格として団体を牽引。そして2020年4月からは、プロレスリングノアの反体制ユニット金剛に加入し、過去の実績を全て捨て去り、黙々と戦い続け、熱い試合を重ね、ファンの支持を獲得してきました。3年をかけ、ついに最高峰の GHC ヘビー挑戦までたどり着きました。団体を渡り歩きながら、自らの汗で掴んだ現在の地位。華やかなスポットライトの陰で、あの藤波選手を裏切った行動は、心の傷として曽谷選手の中でうずき続けていたんです。実際、全日本時代に藤波さんが参戦された時に、会場で挨拶の場を設けていただいて、謝罪をさせてもらいました。藤波さんは2つ返事で、大丈夫大丈夫、下にしないでプロレス頑張って、と明るく言っていただきました。だけど、どうしても自分の中では複雑な感情は心の中に残ったままでした。藤波選手は曽谷選手に言葉をかけたそうですが、藤波選手が全日本レッスルワンに参戦しても、同じ試合でリングで向かい合う、あるいはタッグを組むことはありませんでした。遠い存在となった生みの親とは、二度とリングで再会することはないだろうと誰もが思ったでしょう。その藤波選手が GHC 挑戦を前にした今、タッグを了承してくれました。藤波選手は今回の試合が決定した直後、インタビューで曽谷選手について、わだかまりはない、過去を振り返っていくことよりも今の彼の成長を見てあげたい、と心境を明かしていました。この生みの親の言葉に曽谷選手は声を震わせながら
本当にこんな俺とのタッグを了承いただけて、まさかそんな言葉を言っていただけるとは思ってなかったので感動しています。感謝と本当に言葉にできないほど複雑な感情が入り乱れています。リング上で藤波さんと会うことはないのかなと思っていましたから、感慨深いですよと打ち明けていました。そして続けて、プロレスを続けたからこそ藤波さんとまた出会えた自分はもちろんですが、藤波さんが今もなおリングに上がられていることは尊敬しかありません。無我では付き人をやらせていただいたんですが、トレーニングの量も質も半端じゃなかったんです。練習もしっかりやられるし、体のケアもやられていた。だからこそトップレスラーとして今もリングに上がり続けているんです。その尊敬する藤波さんと剣王に挑戦するこのタイミングでタッグを組ませていただいたことは、この16年間心残りにしていた部分があったので、何か形を見せないといけないと決意していますと語っていました。藤波選手と同じリングに立つのは16年ぶり3度目。無我時代の2007年7月1日に新潟フェーズ大会でチャレンジマッチとして対戦し、逆エビ固めで敗戦。さらに同年9月23日の大阪府立体育会館第2競技場大会でタッグを組み、広斎と高木功と対戦しています。あれから長い時間を経て、しかもこのノアのリングで再会することに運命を感じています。という曽谷選手ですが、運命と打ち明けたのは理由がありました。2007年9月9日日本武道館ノアに初参戦した藤波選手は、三沢光晴選手、塩崎剛選手と対戦。藤波選手と三沢選手の初対決という注目カードで、デビュー1年目の曽谷選手はセコンドを務めていました。藤波さんのセコンドだったんですが、リングサイドに入った時はリング上で藤波さんと三沢さんが戦っている夢のような光景を目の前で見ることができて、興奮して汗びっしょりになったことを覚えています。そのノアのリングで今度は自分が藤波さんとタッグを組ませていただく、これを自分は勝手に運命だと思っていますと胸中を吐露。剣王選手からは訳あり親子と称された。曽谷藤波組、実際のところ藤波選手とのチームワークについて、心の底ではまだやっぱりまだ完全に許していただいたって気持ちじゃないのかもしれないし、どうしてもそこが少し自分では未知の世界、未知の世界っていう言い方はおかしいんですけど、藤波さんと約半年ぐらいの間一緒にいたという部分では、本当にどうなるか自分でも全く予想がつかないですね。生みの親である藤波さんには本当に感謝しているので、それを形として一点に有明があるんですけど、それに向けて前哨戦という気持ちと藤波さんへの恩義、それを今これだけ成長できたんだっていうのを、曽谷学をデビューさせてよかったと藤波さんに思ってもらえるように、そういう気持ちにさせたいですと考えを曽谷選手は明かしました。一点に有明へ向け負けられない横浜決戦、生みの親である藤波辰巳さんへも感謝の気持ちを結果で見せたい、ネバーギブアップ、それしかないと必勝とドラゴンイズムを継承する決意を打ち明けました。今年の N1 ではあと一歩のところで決勝進出を逃した曽谷選手、剣王がチャンピオンになったから挑戦したかった、あいつを倒すことが俺の中で全てをひっくり返せると思ったんですと意気込んだ今回の GHC 戦、新たな景色を見せるのはどちらになるのか、曽谷選手の戦いに注目です。いかがでしたか。今回は曽谷選手と藤波選手の間にある深い溝についてご紹介しました。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。それではまた。